南口海田市駅は、広島県に秋郡海田町新町にある西日本旅客鉄道の駅。山陽本線を所属線とし、クレ線を加えた二路線が乗り入れる。クレ線は当駅が線路名称上の終着駅であるが、運転系統上では、すべての列車が山陽本線経由で広島以西に発着する。駅番号は、山陽本線が JRG04。 クレセンが JRY04。海田市駅というのは、かつてこの地域が秋群海田市長であったためである。その後、1956年に海田市長は隣接する東海田町と合併し、海田町となったが、駅名は変更されず現在に至っている。この駅の歴史は1894年の山陽鉄道開通に橋を発する。1903年には、 海田クレ間のクレ線も開業した。山陽本線とクレ線の西側の分岐駅であり、戦時中は広島から軍港であったクレに物資を運ぶ列車の重要な中継点であった。現在の街の規模には不釣り合いなほど長いプラットホームに当時の名残が忍ばれる。原爆投下後、大勢の被爆者たちが海田市駅に避難した。また当時海田市駅より、 西が普通となったため、広島から東方面への移動拠点として機能した。当駅は国鉄時代一部の長距離急行列車が停車していた。山陽新幹線の開通で優等列車の停車がなくなってからも定期快速電車のすべてが停車していたが、広島式電車の導入の頃から普通列車が大幅に増え、快速列車は減少、後消滅した。 JR 発足後の1991年3月16日より、山陽本線で1996年3月16日より、クレ線で快速列車の運転が開始されたが、当駅は停車駅に指定されなかった。しかし、2007年3月18日より、山陽本線の快速、通勤ライナーが左右に往復に限り停車を開始し、 2010年3月13日より全列車が停車を開始した。その後、2012年3月17日より山陽本線の快速、通勤ライナーは平日朝のみの運転となる一方、クレ線の快速、秋キライナーの停車を開始した。さらに、2016年3月26日より6年ぶりに復活した快速、シティライナーは、 以前、あたり駅を通過していたが、停車駅となった。現在は、クレ線の快速、通勤ライナーのみ通過となっている。ホーム改札口端式ホーム1面1線と、島式ホーム2面4線の合わせて3面5線のホームを持ち、5番線の外側には、側線がある、地上駅で、山側の3線を、山陽本線列車が、海側の2線を、クレ線列車が使用する。 一番線ホーム生誕には、真冬に花を咲かせることで有名な寒桜があり、広島地方で一番早く春の訪れを告げる、桜として、毎年 TV、新聞に紹介される、直営駅であり、最上駅参加の地区駅として、地区駅長が配置されている。また、愛子か利用可能駅であり、JR の旅客営業規則では、JR の特定特使内制度における、 広島市内の駅に含まれる。当駅の所在地は広島市ではないが、便宜上は隣の紅葉駅とともに含まれている。駅スタンプは山陽本線とクレ線の分岐駅。現在の駅舎は、それまで西日本で最も古いことで知られていた1903年建築の旧駅舎に代わって建築された京城駅舎である。 それまで北側のみに改札口があったが、後に南側にも改札口が設置された。2009年にバリアフリーの一環として、ホームのかさ上げ工事が行われ、2010年に山陽本線最上方面と広島方面のホームにエレベーターが完成し、使用を開始した。2番乗り場は山陽本線上り貨物列車の通過線としても使われている。 5番乗り場の外側に一線の側線があり、広島方面と呉方面への発射が可能である。かつては当駅から南に分岐し、陸上自衛隊海田市駐屯地に向かう専用線があった。改札口には以前は回転字幕式の発射表が設置されていたが、LED 式の発射表に更新された。2017年9月に再度 LED 式の発射表が更新されるとともに、 改札内にも増設された。ホームでは列車接近時にメロディーが流れるだけであったが、バリアフリー工事完了後は簡易放送も開始した。なお、広島市東部地区連続立体交差事業が計画されており、当駅は1階が改札口など2階部分に山陽本線、3階部分にクレー線が乗り入れる重層降下構造による2面 e 4線に改築される。 予定となっている。計画の見直しにより、当駅付近は通気区間とされ、まず紅用駅周辺の高架化を先行して実施し、その後で工事に着手することとなっている。当駅から広島貨物ターミナル駅までの間が複々線になっており、外側2線を旅客列車、内側2線を貨物列車が使用する。下り列車に限り、 山陽本線最上方面から旅客船に進出する列車と、クレから貨物船に進出する列車とが平面交差する。海田市駅配線図、海田という名が示す通りこの一帯の海側は干拓地であり、山と海に挟まれた地形となっている。海田市をおよその起点にして、西側は広島平野が広がり、東側は瀬の鉢と呼ばれる。 西日本一の急勾配のある山間部に入っていく。ありがとうございます。